こんにちは。猫増やしができました。猫を増やして、間違えた、猫を増やしてこう来ると猫が二人になる。二人の猫で行く先は下か、ここでできるのかな。ここで例えば、これを起動したらどうなる。テレポートした。これはあんまり意味ないのかな。どういう条件、どういう条件か分かんないけど、開通。つまり今後ここから毎回猫を2匹持ってくることは可能になるということか、ということだと思われる。というか、ここの移動は毎回1匹なので、ここで猫をもっと増やすってことはできないってことか。テレポートに入るたんびに一体に戻される。いやー、でもこれでやっと始まったなって感じだね。なんでここに来たんですか。二人いてここに来たい理由は何だ。二人いて、そこの下、忘れちゃった、そこの下って言ったんだっけ。行ってないわ。行けるんだ。じゃあ二人で、ん？これ二人いるから普通に行けるんじゃない？押さなければいい。よかったのかな。この2を踏んじゃうと辛いんで、次にこれを押してもいいのかな。ちょっと2人でできることが多くてまだ戸惑ってます。これを押して抜けられりゃいいけど、抜け下から押してくれれば抜けられるから、あー、2が辛いんですか。一旦下抜けてなんとかはできそうだね、この感じは。なんとかはできそうだね。簡単とは言ってないけど、なんとかできた。こんだけいればさすがに下いけるだろう。
やるべきことは、猫が下に行って、これやられるけど、残りで押していければいいよ。これをもう一押しできればいいわけだから。OK、どこ、ここ。Welcome to the chain。Secret stop。この二人じゃないとダメなのか。下に行くには二人でも辛いってことあんだ。二人でも辛い。いやでもここで三人になるのよ。ならないわ。ごめん。なるでしょ。ここで二人で死ねばいいの。三です。あ、じゃあどんどん増やせるね、これ。チェインってそういうことか。ちょ待って。だから、いやーめんどいな。ちょっと5がめんどいんだけど。いや普通にまずは増やして、ちょうど全員が踏んでる状態が欲しい。これでいっか。これでここはいけて、4人いれば下に向かって伸ばすことはできるんだよね、多分ね。右が正規ルートだけど、4人でもダメだ。どうしようかな。いやまあもっと増やす、もっと増やすだけど、この辺なんか引っ張るところ欲しい。引っ張るというか突っかかるところがないからね。まだこれでは多分足りないので、もうちょっと増やさないといけないはず。まあまだ足りない、まだ足りない。じゃあ何匹になればいいのか。全員が一移動で移動を形作れる方のがいいので、まあこれでもいいか。6、まあ6でやってみるかっていうのがあるね。こうして、で下に2体いて、それは同時に下にプッシュすればあの2が行くわけだから、そう、その2が、そうそうそうです。なんでここに連れてきた。基地のエリアだぞ、ここ。え、ここに2人で越させた理由がわからんな。
ん？別に出口は一人用だし、このポータルに複数人で入ってバグらせようっていうのができるか？死んだ猫でも乗ってればいいのか。いやでも死んだ猫、死んだ猫は死ぬので、この猫をさ閉じ込めてもう一人上行ってエンターを押すっていうのができたらそれは面白いが、ガチガチに詰め込まないといけないのは無理じゃないか。まあいっか、上で猫増やせば、6匹増やせば来れることは分かったから、別にあんま頑張んなくていい、ここはいつでも来れる。だったらもう見に行った方がよかった。あ、ちょっと待って、これこの状態で入るとやばくねえか。大丈夫かこれ。大丈夫だ。これはなぜかというと、なんでここ来た、何のために来たんだ、あのエリアなんだ、ん、な、ん、ん、まあ、いっか。あー、やっとここに来れた、よかったよかった。いや、やっぱ合ってるのよ、僕の考えは合ってて、とにかく一箇所扉が開かないから先にずっと進めないんですよねっていうのも合ってる、合ってるのよ。俺は2匹で下行ければいいわけだから、これを1人押してもう1人は左にいるよ。むずいですか。ちょっとうまく言わないね。うまくいかないですね。ん？あの猫って生き返らせることはできないから、猫下押すんだけど、これを一押しするのと、もう一人左側にセットして、その子が下に行かないようにしないといけないのは、両立できるのかっていう話を。ここにいてもう一人が上から押さないといけないよ。 1,2,くねえか。できる？下の猫いらないのかな？下の猫っていうか、あの岩がいらないのかな？あ、やべやべ。スタート地点を変えてみようかな。こうやって押したとして、あんま別にですか。岩を使わずにこのままあいつを押すのと、もう一人左側で待機してる子っていう風にできないか。
うんうん、まあ間に合わないんだねこれはね。これを何でやりたいかというと別にないです。4の旗が合っちゃうので、また4があるせいで左側に陣取るのができない。左側に行ってるんだけど、もう一人が上から降りてくるときに左側にいるやつが下に下がらないっていうのが必要なんだよな。どうすりゃいいのそんなの。どうすりゃいいのだ。二人で入ってくるところに間違いはないはず。あとはここのセッティング方法に何があるか。上の9のラインにずっといるのが良くない。でもゴールの形からいくと、この子がここの3マスしかスタンバれる場所がなくって、だけどこの子はこっから降りてこないといけないっていうのがめちゃくちゃに無理。石を置いちゃ、ゴール前に置いちゃうと1人しか出られなくなるので、そうではないんだよな。何が必要かなわかんない。この石をね、ここに置きたいよね、ぜひね。さっきできたんじゃないの？できないんだよな。できないんじゃな。二人がかりで、一回下げに行くとでも4入っちゃうのが痛いんやな。4一回踏んじゃうともう先がないって感じ。そう、この状態が望ましかったか。4では下に行けない。あ、いや、こうこうこうで行けるのか。行けるわ、行けるようになってるわ。 OKOK で、ここはもう全員使いましょうが分かっているので、猫、岩、旗、岩、もしくは猫猫猫猫だな。多分猫猫言っといて、そっから本当上だよ。やっちまったな。同じことやってない。岩1個下げていいのかな。うん、これはこうで、こうしてこれでいいよな。はい、やっと来れた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 よ。あそこ開かないの？嘘でしょ？え？え？あ、これでいいのか。よかった。だが一人になっちまった。うん、ここにヒントが書いてあった旗が流れ続けるのを20分見てたら、一つピンクの旗が流れていくのを見たって書いてある。これ前回の最後のやつやん。
いやーよかったね。まあただ自分は正規ルートを踏んでなかったからね、もう完全に詰まってありったけのヒントを探ったっていう感じになっちゃったから、ちょっとこの意図は気づけなくて申し訳ない。2人組でスタート地点、マジ？2人組でスタート地点に来たい？一つ上に上げない限り無理なのではないかってこと？ここで本当は下から上に押し出す必要だったってこと？先に進んで、この辺はもうなんかね、すごいそういうゲームって感じがしますよね。にゃにゃ、これを下に下げるときにもう一人あっちにいないといけない。うわあんまり良くないな。間に合わないんじゃないこれは。9から歩いてきて来れるか。この肌をここに押し込んだことが悪かったんだとしたら、もう一旦下に下ろしますか。これをこっちに送るんじゃなくて、こうで一人上に出て、こうして、あれ足りないな、足りないね。これ足りないならないですよ。4、あ、ここでこう来てるからか。もっと奥に入れないといけない。
いいね。多分これでいいね。オッケー。開いた。これがいいね。やっとよ、ほんと。いやー、死にますけど、これ。どうやって ?I wonder if I could use the teleporter at the same time。 どこだよ、これ。これどこ？隔離部屋だわ。テレポーターを2人で一気に使え。ここまで2人でやってきて、ここは開いて、でも2人がかりで上に行けて、テレポーターを2人で使え、まだ分かんな。できる、ここできる。ちなみにここにただ入るとゲ、ここなんだ。 Friendly reminder undo works as of solo in this game。 そうだけど、いや、ここで2人になれでしょ。だからこれができるってことだよな。うわ、ちょっとマジかよ。いや、マジかよ。これル10の12でしょ。ここが、ちょっと待って。ちょっと待って。ここが10の17だから。ん ?1、2、3、4、5。いや、合ってるね。やっぱプラス5だね。プラス5のこの座標はなんだ？なんでここになるんだ、俺は。ここから飛んだら、ここ。3、3、3の位置。この位置。これがあれば、あの、わけわかんないとこにあったポータルは全部開けられるってことね。同じような理屈で。でね、ちょっとこれわかんない。何こいつ。ね、旗が9もあるな。このエリア何？なんか、見た目かわ、ああ、新エリアだ。うわぁ。お、やっとだよ、やっとだよ。やっとここ入れた。長かった。もうマジで諦めようと思ってた。9割9分。いやぁ。猫複製、猫複製マストなのきついな。なんかあそこヒント欲しかったよ。そこで複製して帰れるっていう頻度が欲しかった。いずれにせよ、あー、とりあえずチェックポイントだけは踏んどこう。これでここに来れるようになったよと。よかった。とりあえずよかったね。Welcome to the meta. Teleport via the map to get back to the main area. はい。これは？クリプティッツ。隠し要素が必要。この辺フラッとしたら、とりあえず今日は終わろう。これはどこ、どこだよ。しかも戻れない。なんだこれ。カラフルなのがメタなのね。メタちょっと
今までのが、ま、エンディングがまずエンディングっていう山があって、次にディフィカルトエリアっていう山があって、次にスター集めっていう山があって、そのうちこのメタへの道、今回のパートだよね、ワームホール開けてメタに行くっていう道が見つかって、こっからさらにコンプリートへの道がやっと花開く。この逆走させてくるのは何なんでしょうね、これはね。まあ文字通りなのかな。この辺も2人で来るの前提としてるっぽいよな。今このメタのエリアで私ができること実はないのかもしれない。ほら、だってメタだもん、ここ。ほら、やばっ。あ、もう本当に何もないわ。本当に何もないんだね。本当に何もないんだね。やれること。これやれることは、あの、座標のバグを利用して、どこかに来てほしいってこと。これも2人か。1,2,3,4,5,6,7,8,6,6 を踏んではいけないのはわかる。6を避けると 1,2,3,4,5,6,7,8,9。なんとも言えねえ、なんとも言えねえ、何もできねえ。メタを味わうしかないな。いずれにせよ先には進んでいるためよしとします。ここの上はまだ開けてない。二人になれば行けるよねって言ってた場所を攻略したいかな。その攻略をしていく中で多分また新しい道開くんでしょう。だから、二人組をとっとと見つけ、二人組の場所どこだっけ、二人組が作れる場所どこにあった、あの、あそこ、あれ、あの置き場が欲しいな。まだ開かないか。5。リみたいなとこどこだっけ。来た理由は何だったんだ。なんでここに連れてこられたんだ。さっき
まあ、ここだ。どこ？左上の、まあ、下ね。ここがポイント。ちな、ここは二人では入れないんだよな。うわぁ、そうなるから。出口が塞がれてたら、大丈夫でした。5個上に飛ぶってことは、5個下のエリアが全部チェック対象になる。ここにもしも行きたいんだったら、1,2,3,4,5、今いる私のエリアから、できそうか？ここにあるか？本当にあるのか？本当にあるか？これ。その2箇所同時に入ることある？プラス5だったら、そう、いや本当にプラス5だったのかな。画面上でプラス5、ここに飛ぶのに1,2,3,4,5 ここから2つ下のマップにあれがあったはず。あるよな、合ってる合ってる、理屈は合ってる。ここの隣がぐるっと回って向こう側、ちょっと待ってよ、向こう側からも来れないんだよ。ここはね、ここのもう一個隣でしょ。ここがここで二人はできないはずなんだよな。やっぱここがキモい。キモいな。これ、ちょっと用途不明の空間だからキモい。他は、まあ、なんか目的があるんだろうなってのはあるけど。うん。行こう。二人でしか行けないエリアをまたなんかマップ上で表してほしいよな。都線とかで表してほしい。こっち来てもここで行き止まりだからあんまり意味ない。ここで作ったのか。このエリア超えたんだよね。なんでここに来させようとしてるの。ここを2人がかりで乗り越えて下に行きました。そしたら下でポータルが開いて、ここで2人を作らなくてもよくなったんだっけ。ここで2人になれるから、ここで2人になりなさいでこうなって、ちょっとまだね記憶が曖昧なんよ。
人になってからまた同じような場所で二人組作れたからそこ行きなさいだったはずだな。こっから下に行ったらできて、二人組のショートカットがねまだ分かってない。ここはここで、二人組の道がある場所が少なくともその対象だから、でけえ道へだったら大丈夫なはず。じゃあ違うよね。これもう終わってるよね。ここが二人組で、ここにソロです。で、結局ここどうやって来るんだっけ？このエリアにバグって来ないといけないわけだから、ちょっと待ってよ。このエリアにバグってこれは無理だろ。座標的におかしいだろ。プラス5にならんて、ここは。この辺になるの？ここどこ？もういつの間にあんなとこ行ったんだ。猫が2人はいないとここ行けなくてな。このエリアの向こう側に自分行けるらしいんだね。右側はすでに行ってるらしい。ここの右って何？あそこの右。いや違うんだ。あれ、そういうことなの？いや合ってる合ってる。やっぱ左側から入ってくるは合ってる。だけどこのエリアに直で飛んでこないといけないから、ここに飛べる方法をどっかの部屋で入手してこんとダメなんで、で今のプラス5のエリアに入るよねっていう発想だとそこはいけないから、横に割れると上なのかな。だからなんか縦に向かって割れるとなんか右に飛ぶみたいなことがあるんだとしたら、1,2,3,4,5 でここですよみたいなのがあるかもしれん。ただこのエリアはこれだもん。ちょっとないわ。こっから新しい旅が始まるのです。探索の旅だ。まあどうする。あんまり2人で移動できる場所がなかったんだな。2人組で入れたら絶対クリアできるって言ってたやつはどこだっけ。それ取ってないの？するから一人で来ると絶対に右を向くはず。複数人で来るのか、しかもここで左向きで増殖する何かがある。増殖するときは向きは変わんないんだけど、
この旗を左向きで踏めればいいんだよね。右に移動しちゃいけない。2人が、これはこの2人の座標がずれることも別にないんだよね。で猫を死なせると、なんかぐちゃぐちゃやるのかな。でもそれだとここのパズルでぐちゃぐちゃやれば解けますようになるから、あんまり星っぽくないよね。エレガントなのは上から滑ってくるときにすでに左を向いていること。実現が不可能である。どうやっても無理なんだよな。猫の初期配置が、これこのステージでリスタートとかやったらどうなるんだっけ。右向きの猫からスタート。なぜこれが右向きの猫からスタートするんだ。だからではなくてエリアの入り口からスタートなの。これここでやめた場合はリスタートルームはそのままなので、これが左向いてくれる条件が何かあればそれなんだろうけど、まあないならないですわ。ここでリスタートしたらそっから出るか。でもこれは変わんないんだね。するともうこのエリアでガチャガチャやるってことになる。このエリアもしくはお隣のエリア。戻れないし、戻ってもね、これ取れそうなんだけど、わかんないやつ。二人をずらすことができないんですからね。
待てよ、これももしかしたら隣からか、ここに出てくればいいんじゃんっていうのがある。こっちからこう来てこうなってこう、あーだからこの隣の部屋が開かないと、ここもしかしたらそれが開放の可能性ある。この隣の部屋が開けばよい。隣の部屋を開けるためには、なぜここが開いていないかというと、ちょっと待って、めんどいめんどいめんどい、どこにいる？あ、左のルートか。あー、そこの左ん？そこの左ってどっから行くんだ？二人、二人で行ける場所？入り口は二人分？ここを二人がかりで越えて上に出てき、あ、ここってあれじゃん。こここそこれじゃねえか。ああ、ここに二人で来るを やらないといけないのよ。多分今、私のミッションは。ああ、はあ、はあ。そうそうそう。忘れてた。だからここを二人がかりで右側に行きゃいい。この、ここに二人は左側のあそこから、からこうだね。忘れてた。ここを二人で上に攻略する。このエリアどうやってやるんだっけ。必要で、一旦下踏みに行って、この二人いるのやばくねえか。難しくなってない？二人いるとこの猫どかしていいのならどかすけどね。こうなっちゃうでしょ。左向いてないといけない。これを、俺これどうすんだっけ。見ないだけでいいんだっけ。うわ、超めんどいな。なんだこれ。死ぬぞ。死ぬな。あいつが死んでも代わりがいればいいのか。あんなことある？あいつをこっちに持ってくるのを諦めて。
これは困った。これは上に上げていいのか。上げてしまえばなんてことはない。いい。次にやることは一つ猫をやっちゃって、無理じゃね。と先に行けないのかってやつ。いやーでもそれだとあの旗踏んじゃうんだよな、そいつ。旗踏まれるとかなり困る。じゃあそのさ、そこの入り口にいる一人生かさないとダメだったのかな、この黒猫くん。君は生き残るべき存在だったのか。これも最初にやってダメだったんだよな。あ、いけるやん。ごめん、いけるわ。じゃあいいや。ですね。困ったな。ですよね。縦2段は非常に困る。かといってここで死なれるのも困る。困る。生き返らせるのはその通りなんだけど、やり方が良くない。とは言ってもね、押してみっか。そうすっと、なんだっけ、何が必要なんだっけ。
れで2人脱出って、あ、でもこうなれば一つ閉じられるから、ここにもう一人生きてればいけるわな。それでもいいじゃん、その方がいいんじゃん。ここから、いやダメだって、一つは絶対か、一つは絶対か、これは2匹でいくか。2匹でいったのかい、果たして。いやちょっと待ってよ、あ、アクヤンか、なんで。え、どこで、ここ、これがショートカットなので、これとさっきとは同じことになるよねっていうことね。え、ちょっと待ってよ、なんか言ってること違くない。レーザーの2つの壁の間を通ったらポータルが開くって言ってるけど、全然猫が2匹いたら開くよねみたいな挙動になってて、よく分かんなくないか。これは結局何をするかというと、1つは犠牲にして、あ違う、なんだっけ、1つ石にするんだよね。石にする前にそこの猫は生き返らせて、石か、キャッチ、これを上に上げるにはきつい。ちょっと待ってや、そんなんあったな。そうじゃん、別に、そうじゃん。ああ、ゼロだからね。そうじゃん、猫が入んないし、唐揚げも入んないじゃん、そこ。ここで絶対次のターンに死ぬ絶対次のターンに死ぬ。手段がないのだろうか。猫じゃなければ、あれ、これ猫じゃなければいいだけじゃないの。猫2つ唐揚げにするって言ってたんだっけ。なんか自分の言ってることをやれよ、ちゃんと。猫2つ唐揚げにするんだよ確か。だからこっからは歩数制限出てきちゃうのできつい。ここの、うわあ、あれ、あれ、やっぱもう1匹足りない。ここで3匹欲しい、3匹いるのにダメ。旗を、旗を押せばよかった、旗を押せばよかった。2人いれば旗は押せるか、押せるか。
これを上に上げると猫は死ぬのよ。だからきついと。先行したあの一匹、いやあいつは関係ないな。猫三匹。猫の増殖。猫の増殖ができるか。2プラス、いや2か、2匹か。これは死に判定なんだな。猫死んだ猫と死んだ猫旗を押すにはちょっとつらい。やつがいない。突破可能っぽいんだけど沼ってんね。3匹いれば確実に勝てる。3匹だったのかな。実は下から3匹持ってくるが正しかったのかな。あるか、だってそんなこと。そこが中間ポイントなのに、1匹しか増やせないのに、ここからもう1匹持ってこいなんてことやらせるか。ここが3ラインあるのがものすごい嫌だな。これが2ラインだったらもう2匹でいいんだねって確定なんだけど、なんで3にしてんのっていうのが。お前が1人ポータルから増えてきて2匹、あいつが3匹。もう一回形を考えさせてくれ。旗がここに来ること、つまり旗を2回押すこと、猫がここにいること、この猫は戻ってもダメなので、猫はここを押すことはできないので、この旗を2回押すにはこことここに肉と肉があって、それをさらに2回押せる人が必要。猫だとここでこうなるので、そうならないようにしないといけないから、 1,2,3 個オブジェクトがあって、それを猫が押すってことになるんだけど、となると猫と猫と猫と旗でオブジェクト4個にはなるんだけど、この旗をここの岩を押すをやれないのが今のネックです。それができないのがネックだし、できそうにない。なぜかというと下のあいつらの目線、ここにはここに、ここから上に押すっていう処理をするときに、ああできる、
できるか、できるな。スタートはこれでよい。旗を押す準備をしたいから一人が猫を全部復活させて、一つ置いて、でこれをこうして、違う、するしなくてよくて、こっからこうなった子がこう入ったところにあれを押せればいいわけだから、ここがずれててほしい、あの二人の猫が。きついのか。この二人の位置が逆になってればいいな。むずいですよね。左の子の方が下に来て、右の子が上からあの石を左に押さないといけない。右の子の方が上にいる。こうなんだけど、ここじゃダメなんよ。この位置関係なんだけど、ここでやれなきゃダメ。やれれば勝てそうなんだが、それをやるのは辛いな。左の子が下まで行くぐらい歩くのに、右の子が下にたどり着いてない。つまり右下に出っ張りのようなものがあって引っかかってないといけないんだけど、ないので、猫を石にするのが早いのか。これは石になるのはも別に今じゃなくてよくて、3人揃ったところで石になったやつを即上に上げられれば良いよねって考えると、そうなるんだ。こうじゃね？できた。こうなるとこれ押せる指数。の前にお前もなるっす。ちょ足りなくないよな。よしくない。スターは取ったが猫が入るのがやはりダメ。マジこれでクリアだと思っちゃったな。
猫が入れないようにしたい。押すものとしてはもうマックスだもんな、これ。俺以上ないよ。どうすりゃいいんだろう。戻す。猫が今右側に一匹いるので、あの旗を踏まなければいいんだな。あの旗踏まないように動いてくれれば別にいいんだよな。きついよね。きついな。厳しいな。厳しいな。くそ。これでもダメなのは厳しいな。ったらしく言うけど、3人いる必要なのかどうかが分かんない。左下絶対にいれば勝てるが、いなくてもここまではできるんよ。スターは取れるんよ。だけどスター以上のものはない。ここまで来ちゃうともう岩の入れ替えとかもできないし、旗が猫が回避する方法はなくて、猫が踏まないと物の数が足りないと考えられる。リスポーンしてもあんまり無意味で、これはリスポーンしても無意味だよね。この状態に何か意味が。猫の数は確かに増えてはいるんだけど、左側から押せる猫が増えてないというか、変わってないという言い方の方が正しいのかな。左側から押せる猫の数が、この状態で押すと、もう猫猫だから岩じゃないから、この旗を押すにはこの猫も経由しちゃうから、なんかまだダメだねこれは。いやー、そう、11の16はここ抜けないと、なんかいろいろとまたやることがあるんだけど、抜けられんな今のところ。動き方は今の感じでいいとなると、やはりもう3匹で覚悟決めちゃう方がいいのでは。このエリアはもうこっからどこだ、3匹連れてこい。どこだよこれ。 なんでこんなことになるの。詳細マップ欲しい。こっから、いや、ここにそもそも2人で来て全員救出、3匹上に行くルートというのは存在するかどうか。それをするときに、ここ、今3匹いるので、中間ポイント1つしかないから、これを増やすことはでき、ない。3のまま。入り口から2人連れてくるのがマックスで、
死んでいいのは一人だけ。これを踏むと踏んだ猫は流れて死ぬよ。だからこれをどかすために、ここで作った唐揚げを上にあげるよ。そうするとこの2つはここにはまるので、ここを抜ければいいんだけど、こいつが上にいると両方見られるので、もう一人犠牲が必要になる。それを避けるにはお前を下に下ろすみたいなことじゃないのか。ここに来るときにあいつを上に上げたことが間違っていたのでは。ちょっともう時間が結構来てんね。だからここはな、なんか分かっちゃえばいけるエリアだと思うんだよね。まずこいつを救出しましたよね、確かね。どうにかして、どうにかせい。滑んないでほしいな。まあいっか、先に一人行きゃいいか。お前を下げずに、でもこの状況だと、いや、これがこれを救いに行って、これじゃダメだよね。これをこうやって持ってけばいいけど、お前の処理ができないとダメ。やはり君はここにいてほしい。下に下げたい、下げたいな。だけど今の感じだとこの2箇所でガチャガチャやってるときつくて、きついんですよね、このここの位置は。なんとかなった。で、どっちを向いててもダメなんで、今一人犠牲を使えば、つまりね、めんどくせえな、なんだこれ。違うんだよな。ここで、いや、ここでもうこうしちゃえばこれはこうなるから、これを下げたいな。
マジか、この2箇所じゃダメだな。左の方邪魔だね。邪魔だけどちょっとずらさないとダメだ。うーん、ここに切っちゃうともうずれられない、ずらせない。ロック本当かな。いや、ずれたね。やべ、旗がね。なんかやろうと思えばやれそうなんだけどね。右下の猫助けて、てかそこのそいつを上に、上じゃねえ、下に上げ、下にやりたいだけなんだけど、それをやってるとあいつが救われるんだよな。それを防ぎたいだけなんだよな今。そもそもこの先やっていけるのかこれ。左向きで乗れれば全員クリアできるから、いや大丈夫なはず。あそこのこれだけを犠牲にして残りの3匹は来れるはず、生きてれば。ずらすだけなんだよな。ちょっと場所をずらしていただくだけでクリアはできそうなんだが、うざいうざい。ここで上に行けないのがつらい。戻る。2人がこっちに来た方がいいのかな。あの子はあそこで固めでもな、固まってくれないと右下も助けに行けないしね。どうせそう、ムカつく。ここムカつくな。ダメだな、この二人の位置関係じゃダメなのよ。だけどここより下行けないし、上行けないし、上ずらせないし、いやーハマってんね。ここじゃダメだ。右も行けねえし。いやずれたな。いやずれたけど縦のラインはずれてないから、下がるともう死ぬんだもん。あいつこっち向いて下がんないだけど、そうするとあいつ下げらんないでしょ。もう死んでくれ。おお地獄だ。これが想定されてないように作られてるんだとしたらさらに地獄で、もっと準備できるのか。して下げるもあり得るのよね。それもあり、それもあり、全然それはあり。その方があり得るかかもな。死んじゃう。かもしれない。こっちの方が簡単じゃねえかよ。ああなんだ、できた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 。じゃあ絶対上解けるわ。これがいりゃ解けるよ。さっきやったことを解けるか。解ける。猫は一匹いらない。猫が一個分唐揚げになるだからいけるいける。さっきのやり方をもう一回やると
ちょっと邪魔なの置いといて、2人組作って、これを、猫はそのままの方が良かったな。いや、唐揚げは一つまずあっていう。これがあって、こうなってもう一匹来てもらって、これが、忘れちゃった。こうか、この形があってこうね。でこう。縦になっちゃってるのやばい。なんとか。君も。調子は悪くない。これでどう？さすがにオッケー。いやー長かった。つらかったねー。ここどこ？うわ。こう来んの？はい、ディスカバーサムワンモールザット。あ、ここの2箇所も行けるんだ。じゃあここに2人で、ここに2人で来ることどうやってやんの？そしてテレポーターシングズザキティンズセットアップワークバイクレーティングアーティフィカルワンホームズバッドオフコースザット。ここに二人がかりで来るのはきついよね。これはヒントなのか？ワームホールが隠しエリアにつながっていることに気づく。キティンセットアップワークバイクリエイティングアーティフィカルワームホールズ。いや、also super hard to use, so I use regular wormholes. ワームホールを自分で作る、人工的なワームホールっていうのを作り出せる。なんだそれ。Anyway、来れたよー。ちゅうことは、開かないんかい、ここ。
これを今さらやる？これを今さらやるか？基地の、わお。基地のことやないか。とかどうすんだ。パターンが9で8765432120。2人欲しいか。2人は無理なんで。1を踏んでるのも、ああこれ1だけはそっか。パターンの判定残っちゃうんだ。この旗を1個下に置けば。いけて滑るでもいいんだけどね。滑ってここに来るでもいい。足りないねと。上に戻ってもあんまり下に行ったのに。ここで何を指したいかなんだな。じゃあなんでこのエリアに来て、上で出るとダメでしょ。他のエリアから箱を持ってきましょうねみたいな感じ。ここの旗を踏まない判定になれればいいんだけどな。絶対踏んでるぞ。この旗を踏まずにあの給与にたどり着く方法あるか。俺と石が一体化はできないし。え、なんこれ。あ、なんもないでしょ、こんなの。ここに何があるんだ。ここに何かがあるらしい。まだ知らない仕組みが。いや、猫増やし、猫増やしって感じのステージでもないよね多分。ここにある岩は押せはしないんだよな。押せる、左側から押すは無理だから。いや、この岩何に使うんだ。あの岩が滑ってこないようにしたいのだが、上に向かって転がす。これは分かんないね。なんだこれ。上のワープホールも開かないのキモいし。あ、そっか。こっから移動するようになった。そうだった。こっから来るんだったね。なんか定期的にこのリスポーン地点のこと忘れてるよな。
お、ちょちょ、なんで？ OK。これがさっきのとこでしょ。OK、OK、OK。おいおいおい。何がしたいのこれ。猫が下でスポーンをしないといけないが、足りないので、よくわかんないです。押せないし、右側の猫が死ななければ3ん4でしょ。いや、ここで、いや、ほんと4 3 2 1 0、だから間に合うはずなんだよな。2人でこれを踏むけど、この子が滑って下に行った後にこの子のスポーンが発生するから、だから右側にいる猫を左を向けられればいいんだけど、初期リスポーン猫ではできないので、どうしようかなというステージ。下に下がっちゃうともう終わりなので、旗を下げるはないだろ。猫は一匹旗に続けるもできないだろ。猫の初期地点はあれ右向き固定だから、あ、いや、うん、そんなに難しいことなかった。ネッシーだ。Today, my dad taught me about an interesting piece of kitting technology. Leveling terrain. It can edit its surroundings. Destroy walls, objects, and floor tiles. Terraformer. Level editor. Level editor. Unlike most kitting things that totally want to get involved.シーハウス。え？レベルエディターでなんか作れって言ってる？レベルエディターでこのゲーム書き換えていいの？ちょっと恐ろしいこと言ってますね。うわー、めちゃくちゃ進める、めちゃくちゃ進めるやん。
やっとここまで来れた。やっとここまで来れた。もうゲロ投げで、これは上からだから、上から左向き、長かったー。うん、これどこ、あれどこだ、なんかなんだそれ、取った扱いになってんのな。22、21、22、22、22、21。取らねえとダメなのさ、結局これは。取らないとダメだけど。これでいいんだけど。これ二人では出られないね。いや、まあ出られるけど、出る意味がないっていう言い方の方が正しい。ワープホールの変なトリックがありますか？まあいいや。これどこ？さっきのとこ。でも本当動画切りたいんだけど、先進めちゃうから進んじゃってんだな今。切るか。この場合は石が元に戻る。何を言ってるの。22、23、これは何これ、どうやって進めばいいんだ。スターを押しても別にあの猫は、あ、スターを押し込めば、これもしもスターを押し込んだら、いや、そのスターを猫が取ってもそこにオブジェクトがあるのは変わらないな。なんだ俺、こっからなんだ。ああ、そういうこと。スターを下に押しか、スターを下に押し込んだ後でそのスターを消せば下の猫は復帰するよねってことね。言ってることは分かった。イーズイ。スターを押します。スターを消します。なんでだよ。盤面リセットのこいつって。猫が複数体いてもあんまりメリットなくて、やっぱ下にあるスターを消すだけだと思うんだけどな。あ、そっか、それでいいんだ。リスタートじゃないんだ。いやー、そうだよね。複数あるスターも1個分だからこうなる。わかるような
You can undo。 これってこれが本当？一人で、アンドゥのなんか挙動が違うのかな？スターを出したりしたりすると。すごい普通の音に見えるけど、星がどうとかっていうことではなくて、俺は上に行けないんだ今。全く何もない状態で上に行かないとダメだから、星がここで星が取られているっていうのにしないといけないらしいんだけど、Undo を使ってもね、星を取っているっていうステータスを維持したまま Undo ができるのかな。こうして、あー、狂ってる、このゲーム狂い始めた。 Undo が Undo じゃない。狂ったな。やってんね。星を取得したっていうステータスは、そうか、もう確定のものになるから、あのなんかブレイドの確定キーみたいな、 なんて言えばいいの、時間の遡りに関係しないキーのようなもんでさ。 I want to bite but I might need。 お前がいることによってエンディング変わるんじゃないのか。わー、旅してきたぞ。旅しましたね。割とやることやったよな。ちょっとあの残ってる星何？この2つ、なんかもう今行けない感じじゃなくなってますよね。星の場所がまずわからん。あれかよ、あれはまだわかんない。あ、違う。あー、でも下から2人来るは塞がれてるな。お、じゃねえな。いや、今度はそしたらメタの可能性が。メタのワープ、ぶっ壊れワープの可能性もある？ないよな。ここはま、自力で解くんだろうな。あれは自力っぽい。14、19。あとこの辺にもう一個あって。どれだっけ。下の右上。違う、これがどこなのか教えてくんない？下のポータルの右上。あー、なるほどね。この2つは確かに解けない。まだ問題はメタプラス、あそこって開いたんだっけ。もう鍵取ってるから、あー、開いてる。じゃあここ行けるわ。次回ここ行こう。よし。いやー、どうです、この僕のこの感じ。やっぱり道さえあれば俺は進めるんですよ。ただ道がなくなったら
進めなくなるんですよね。あの脱出ゲームとか苦手なのはそこで、タンスの裏に実は写真が隠れていましたみたいなのに気づけないから謎解けないんですよ。そういうのやめてほしい。オブジェクトファインディングゲームはねすげえ苦手。ということでお疲れ様でした。